ランのリライフ談話室。幸せ感じたい。はい、ムーランです。早いものでリレーフォーライフ横浜が無事終わってからもう20日ぐらい経っちゃうんですね。ブログやリラダンで今年の2月からもう何回もお話ししていましたが、とにかく一番心配だったお天気も台風なども来ませんで、ま、15、16両日ともパラパラーっと来た時もありましたが、それこそ我らのスーパーリライフビームに驚いて雨雲もすごすご退散していきましたね。ただ暑い。ちょっと動くだけで汗だくです。でも今思えばその暑さを感じてる暇もないほど、それぞれみんな動き回ってましたね。まず私たちはみんな前日14日からリレーフォーライフ会場の設営のためめっちゃ頑張りましたよ。なんたってこの広い山下公園を一夜にして大イベント会場に変身させようってわけですから、皆さん気合が違いますよ。この日私はこの変身させるための機材や道具、お手伝いしてくださる多くの人々の車が出入りする駐車場の出入り口でその車のチェックをする係として頑張りました。大きな車が何台か入っていくと、ボランティアの人などたくさんの人々がやってきて次々と運び出し、何にもなかった芝生の広場にニョキニョキとテントが立ち上がり、メインステージと呼ばれる大きなステージもメキメキと出来上がりました。あのステージの上で司会したり歌を歌ったりするんだって車のチェックをしながら時々眺めてましたね。その日私は一応車の搬入終了時間までお手伝いをして家に帰りましたけど、リレーフォーライフの2日間に使う大切なものがたくさん運び込まれてますので、日中の大働きの上、さらに14日の夜はそのまま公園に泊まり込んで見張り部隊の方たちもいらっしゃいました。もちろん我がリラダン編集部長もその一人なんですけどね。その日は一日中めっちゃ働く人々の姿を見て、こういう方たちがいらっしゃればこそリレーフォーライフは実現するんだなぁとつくづく思ったわけであります。さて、いよいよ15日、リレーフォーライフ横浜2012 in 山下公園開会日です。朝から青空いい天気、天気予報ではちょこっと降るかもって話でしたけど、その日山下公園は言われていたほどの風もなく、空も海も静かで綺麗でした。暑いのは変わらず暑かったですけどね。リレーフォーライフは1985年にアメリカ人外科医ゴルディ・クラット医師ががん患者を励まし、対がん運動組織に寄付する目的で、がんは24時間眠らない、がん患者は24時間がんと戦っているおメッセージとしてフィールドを走ったことから始まりました。この言葉は素晴らしいと思いましたね。がんサバイバーはみんなこの思いを経験していると思いますよ。私も告知されてから2週間ぐらいはさすがに夜になると不安で眠れなかったし、夕方あたりが暗くなってくると泣きたくなっちゃう夕方病になってましたからね。だからまず医師がそんながん患者の気持ちをよく理解して自ら行動を起こしたというところに感動しました。これは本当にできることではありませんよね。クラット先生は素晴らしいです。和太鼓、中国の獅子舞、マーチングバンドなどめっちゃ賑やかに始まって、ご来賓の方々のご挨拶もいただき、以前リラダンにもご出演くださった
三浦秀明さんとチームカズさんのお二人と私の4人で開会宣言です。さあいよいよ会場中の人々が動き出しましたよ。これはサバイバーズラップといって、この日がん患者がん体験者が今年元気に参加できた喜びの手形を押したサバイバーズフラッグを持って、まず最初にフィールドを一周します。我がリラバンのペさんも一緒に歩きましたよ。楽しかったけど、そっか、私もサバイバーだったんだなって再認識させられましたね。リレーフォーライフには3つの大きなテーマがあります。1つ、祝う。生きている喜びを祝うことです。2つ、忍ぶ。がんと戦い、最後まで生き抜いた方たちを絶対忘れない。3つ、立ち向かう。がん制圧を目指して、みんなで力を合わせて立ち向かおうということです。昼間はまさにメインステージや他の場所でも次々と歌や踊りで生きている喜びを祝い、また芝生の広場というところではがん制圧を目指してみんなで力を合わせて立ち向かうために、がんについて学ぼう、がんにならないための知識など、啓発のテントでいろんなことも学べましたよ。今回司会者は私も含めて5人いまして、基本2時間ずつで交代ということでしたので、ムーランさんは夜7時10分から最後9時半までという時間帯でした。はい、その頃の会場はというと、昼間とは一変してマリンタワーは紫色に輝き、会場を囲む4箇所にホープの文字が静かに浮かび上がりました。みんなが歩いているフィールドの足元に並んだたくさんの白いルミナリエバッグに明かりが灯り、バッグに書かれていたそれぞれの思いが亡くなられた方々のもとへ届けられていくのが見えるような気がしましたね。つい2ヶ月前の7月にガンフレンドだった大切な友達が再発から6年戦ってついに亡くなりました。幻想的なルミナリエの明かりの中で、亡くなる1ヶ月ほど前に一緒にランチをした時の彼女の笑顔や、もう亡くなってから26年も経つ私の父の面影もなんとなく見えたような、心に優しく染み渡るような明かりでした。夜はゴスペルの歌声やサクソフォーンの音色が静かに夜空に響く中、亡くなられた大切な方々を偲ぶエンプティーテーブルというセレモニーがあって、山下公園にいつも停泊している氷川丸が午後7時にボーッと汽笛を鳴らしてこのリレーフォーライフを応援してくれました。紫色のマリンタワーと夜空に響く汽笛の音、この感動を実際に体験できて本当に嬉しかったですね。その後は9時半まで、今回のリレーフォーライフ実行委員長アグネスちゃんさんのシンポジウムなどがありまして、15日は私の司会で閉会となりました。そして翌朝16日朝8時、皆さんおはようございますと私の司会で始まりましたよ。16日は10時までが私の司会担当時間なんですよ。しかしマジ翌朝ヨレヨレになってたらどうすべって思ったりしたんですけど、おかげさまで大丈夫でした。16日の朝7時ごろ、リライフバンドのギタリスト紅葉さんと2人でひっそりと山下公園港湾口から海に突き出た駐車場の中ほどまで行って、
海に向かって大きな声で発声練習と、9時から歌う命のリレーを紅葉さんのギター伴奏で2回しっかりと歌ってみました。観客は青い空と白い雲、大きな海と、多分朝から何の騒ぎだとぶったまげているお魚さんと海鳥たちその説は失礼いたしましたね。8時から元気にラジオ体操、さらに中国式太極拳体操から始まり、さあそろそろ9時ムーラン&リライフバンドの出番ですと思いきや、何やらポツポツと怪しげ、こら許さんとばかり、またもやスーパーリライフビーム。今回も効き目はバッチリ、雨雲は見事に吹っ飛びました。私たちが歌う命のリレーをもうすでに YouTube で聴いてくださって、ご一緒に歌ってくださる方たちや、いきなり目の前にめっちゃかわいいムーラン&リライフバンドの応援フラッグが登場した時は、もう驚きと嬉しさと感謝で大感激でした。我らリラバンはサバイバー2人、ケアギバー1人、がん予備軍2人、そして今回のリレーフォーライフの会場グループのリーダーことアンディ編集部長の6人です。この日初めてこの命のリレーの生みの親 J バンドの方にお目にかかれて、我らの命のリレーに OK をいただきましたので、これからももっとたくさんの皆様とご一緒に歌えるよう頑張りたいと思います。この後ステージはまだまだ続きましたが、10時になり私の司会担当時間は無事終わりました。今回リレーフォーライフに直接関係ないんですけど、私的にめっちゃ驚いて嬉しかったことがありました。15日のお昼頃、ある女性が私に会いたいと会場まで訪ねてきてくれました。はじめは思い出せなかったんですけど、パッとひらめきましたよ。なんと40年前、私がデビューした頃、仕事先にいつも応援に来てくれた女の子その頃は私も女の子なんですよ。もちしっかりおばちゃんになってますが、嬉しかったですね。また青春時代の絆復活ですよ。そして16日朝、以前リラダン第94、95回にご出演いただいた同じ笑顔の会会員の新井珠樹さんが、わざわざ朝9時の我らのステージを応援に来てくれました。今回のリレーフォーライフはまさにそんな新旧の絆も入り混じって、また新たな絆がいっぱい広がりました。さて今後この絆がどう絡まって結ばれて、どんなことができるのか本当に楽しみです。あ、おっと、肝心なことを忘れていました。今回のリレーフォーライフの基本はがん撲滅チャリティーイベントですから、障害グループの方々を中心に、それはそれは素晴らしい活躍をしてくださって、なんと2000万円以上の寄付金が集まったそうで、そのうちリレーフォーライフのイベントに使える資金は 20% までと決まってますので、ざっと計算しても1600万円以上は日本対がん協会に寄付することができそうですよね。このお金はがんの新薬の開発や若手医師の育成のために使われますということで、今回はちょっと長くなりましたけど、ムーランのリレーフォーライフ報告をお届けしました。
今後は先ほどお話ししました新しい絆の皆様をご紹介しつつ、このイベントの私も知らなかったお話なども伺っちゃおうかなと思っています。ではどうぞお楽しみに。
レッツリライリライフ談話室。脚本パーソナリティはムーラ、制作編集はアンディでした。